ローレンス・バンデン、アッカーは、オランダ出身の自動車デザイナーである。フォード・エスケープ・マツダ、リュー・コンセプトルノデジール・ルノー・クリオ・デルフト・コーカ、大学工業デザイン学部で、工学博士号を取得。1990年に、イタリア・トリノのデザインシステム社で、デザイナーとしてのキャリアをスタートし、ブガッティ・ EB110 のインテリアを手掛けた。1993年、彼はアウディに移籍して、 ドイツ・インゴル・シュタットデザインセンターのエクステリアデザイナーとなり、そこで現フォードモーターのデザイン担当副社長の J イメイズと知り合う。以降は彼の後を追うように1996年にシニアデザイナーとして SHR パーセプチュアルマネージメント社に1998年にはフォードモーターに入社した。彼は427、モデル U。 シネスといった一連のフォードのコンセプトカーのデザインを手掛け、やがて、フォードエスケープのチーフデザイナーとなった。2006年5月、モーレイ・カラムの公認として、マツダのグローバルデザイン本部長に就任し、リュウ、リュウ・ミアビ、ハカゼ、キヨシといった一連のマツダのコンセプトカーを担当した。彼は2009年4月に、マツダを退社したが、2009年5月15日付で、ルノーに入社。 その後、6つのライフシーンを具現化したサイクルオブライフコンセプトを提唱し、2010年から2013年にかけて、下記のコンセプトカーとして発表されたラブ、エクスプロア、ファミリー、ワーク、プレイ、ウィズダム。このうちで、ジールが4代目クリオ、キャプチャーは同名のまま並びに、ルノー・サムスン・ QM3、トゥインズリー・イ・ートゥインランは3代目トゥインゴ、そして、 イニシアルパリは5代目エスパスとしてそれぞれ市販車となっている。ありがとうございます。